現地時間21日、イングランド・プレミアリーグは第5節が行われ、遠藤航の所属するリバプールはホームのアンフィールドにボーンマスを迎えた。前節、ホームでノッティンガム・フォレスト相手にまさかの黒星を喫したリバプール、ホームで連敗をするわけにはいかず、逆転勝ちを収めたチャンピオンズリーグのミラン戦でベンチスタートだったルイス・ディアス、ヌネス、ロバートソン。 さらには GK のケレハを先発で起用した、またキエーザがリーグ戦では初めてベンチ入りを果たした一方、遠藤が今季初めてベンチ入りメンバーから外れている。最初にチャンスを作ったのはボーンマス、4分。 カウンターからクライファートがドリブルで運び、エリア内右からシュート制のクロスを入れると、ゴール前に詰めていたセメニョが滑り込んで押し込みボーンマスが先制したかに思われたが、これは VAR の結果、オフサイドによりノーゴールとなった。試合が動いたのは26分、コナテのロングパスに対し、GK ケパが飛び出すも、落下地点に入ったエルディアスが体を入れてトラップ。そのまま無人のゴールに流し込み、 リバプールが先制に成功する。さらに28分、右サイドを駆け上がったアレクサンダー・アーノルドがカットインしてエリア内左にラストパス。受けたエルディアスが GK ケパとの1対1を冷静に沈め、あっという間に点差を2点に広げてみせた。リバプールの勢いは止まらず、37分にはコナテのロングパスをヌニエスが頭でそらすと、サラーがダイレクトで右サイドのスペースにパスを送る。 ここに走り込んだヌニエスがペナルティーエリア手前右から左足を振り抜くとカーブのかかったコントロールシュートがゴール左へと吸い込まれリバプールが3対0とリードを広げた後半もリバプールのペースで試合が進みボーンマスはなかなか一矢報いるチャンスを作ることがで